それでさねマジ、ま、面白いよね。そうそう。あの俳優とかイケメンでさ本ほんとああいう人と付き合いたいよね。あ彼氏っち。今から帰りええー、一緒に帰ろう。つうわけで足帰るわ。<laughs> かわいい彼氏くんっしょ。こんな足に告白してくれたんだよ。うれしくて付き合っちゃった。じゃあねー。 また明日いい彼氏ちちお待たせ今日も一緒に帰ろっか何何さっきの話聞いて嫉妬しちゃったのかわいいやつめ大丈夫だよあしの彼氏は君だけだからあの子らの話に合わせてるだけだよだからそんな涙目でこっち見ないで。 可愛くくてワシャワシャしたくなるああ我慢できないぎゅッあし <laughs> の胸柔らかいっしょ何も捨てないのにさ成長と同時にでっかくなっていっちゃってホンカ肩こって仕方ない他の女子が嫉妬するよっておじいさんなんだから問題ないっしょ ごめんごめんダチの話に付き合ってたとはいえ君が聞いてると思ってなかったからああもう泣き虫は男らしくないぞまっあーしはそんな君が大好きなんだけどねあーしさ弟がいて弟も君みたいに可愛くてさ毎日ギューってしてたんだよねだからかな 人を甘やかすことが大好きなんだよね君はさ周りにはかぐしてるけど実は甘えん坊っし抱きついててわかるよだって手をつないでる時よりも腕組んでる時よりも一段と強く足に抱きついてくるんだもん足は別に嫌じゃないからね 足は甘えるより人を甘やかす方が自分に合うからだからいつでも足に甘えてきてくれていいからね学校でも帰り道でももちろん足の家にそのためだけに遊びに来てもいいよああさギャルだから友達以外ほとんど近づいてこないんだよねやっぱ距離置かれてるっていうか まあそりゃそうだよねこんなバカみたいな足と絡んでたらバカになるかもって思われても仕方ないもんねそんやさ君は何で足のことが好きになったのへえ年寄りを助けてた足よね <laughs> 恥ずかしいなそうだよ 足人が困ってあとあ足、昔から花が好きでさ家でもよく花を育てたりしてるんだよだから学校のお花もついついやっちゃうんだよね肌から見たらギャルっぽくないでしょでもこんな足を好きになってくれてすっごく嬉しかっただって足の彼氏はチャラい子になると思ってたもん 君が告白してきた時さ罰ゲームかなーって思ったんだよねありえないと思ったもんでも周りに人はいないしかも君の目は嘘じゃなかったあしのことをただ大好きになった子の目をしてただから付き合ったのそんな一生懸命あしを愛してくれる人はこの先絶対来ないだろうなって あと、君は甘えん坊さんだろうなって <laughs> ありがとねあーシと付き合ってくれてお落ち着いたよーしよーし大丈夫だからねうん 大君を捨てたりしないからだから、君も足を嫌いにならないでね、うんこっち向いてぎゅぎゅー <laughs> 大好きだなって思ったらくっつきたくなっちゃったああ、物足りなそうな顔してる どうしよっかな？なんてね。ぎゅ。よしよし！可 <laughs> 愛い,い顔してる？ほんと最高の彼氏くんだよ。よし今日はこのままア足の家に行こう。もっとぎゅーってしたり、イチャイチャしよう。 もちろん君のしたいことも何でもしてあげる。<laughs> そうと決まれば。ほら。手つなごう。ああしの家まで一緒に走ろ。